はい、続いてが最近買ったお気に入りのものがございましたら紹介してください。はい、最近買ったお気に入りのものは、これもう汚れちゃったんですけど、このアディダスのマグモっていう形の靴を買いました。これを最近買って、今じゃあアディダスでどの靴が流行ってるんだろうと思って、アディダス靴で検索したら、このマグマの靴が出てきて、で人気だと知ったので、この靴を買いました。で、しかもアメリカでセールだったから、40% ぐらいで買えて、インスタグラム見たら、モデルのローラさんもこれを運動用の靴に使ってるらしくて、すごいなんかいい買い物したので、これが最近買ったお気に入りの運動靴、運動靴です。最低だった彼氏の言動を詳しく教えてください。家族のことを悪く言うっていうのが私的には最悪かなと思います。もしかしたらその彼氏は私の家族に将来なるかもしれないのに、なんか家族って一番大切な存在じゃないですか。家族のことを大切にできないイコールなんか自分とその彼がこれから作っていく家庭のことも大切にできないんじゃないかなって思ってしまうので、なんかそういうのを見ると、ああちょっと最低だなって思ってしまうことが多かったので、それが多分印象に一番残っている最低だった彼氏の言動です。脇汗で恥ずかしい思いをしたことはありますか？また脇汗対策はどうしていますか？愛用商品も教えてください。脇汗で恥ずかしい思いをしたことはある。やっぱり自分のこの鼻からここが近いから匂うのか、それともみんなやっぱ私の脇の匂いがツンツンしだした時とかは気づくのかわかんないですけど、匂いも気になるし、あとこう汗染みもやっぱ、みんな書くものだけでやっぱりこう目に見えたらやっぱ恥ずかしいじゃないですか。だから私はよく仕事で制服を着なきゃいけないんですけど、その時はなんだっけ、汗拭きパッドみたいなのをダイソーで買って、でそうだったらもうベッタベッタしててもなんか心が痛くないってお財布にも優しいんで、それを夏の間はそれをつけてシミにならない。だから汗拭きパッド、ダイソーのはなんか生理のナプキンみたいな形がするから、それも見られたら見られて恥ずかしいかもしれない。なんか男の人に、ここに、脇に生理のナプキンつけてるとか、パンティーライナーつけてるって思われたら嫌だから、それもそれで恥ずかしいけど、でもこう、もうこのシミになるのが見えるよりは全然いいと思うので、どっちを取るかって言ったらば、シミにならないように私は、あと夏だけ、夏限定で、すごい夏暑かったから夏限定でつけてます。はい、というわけで女子大でした。サラとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれるとすごく嬉しいです。あと質問もお待ちしております。